東日本大震災の発生から本日でちょうど1年の節目を迎えました。先ほど政府主催の追悼式を挙行いたしまして、一人一人の犠牲者への追悼の思いを込めて黙祷を捧げさせていただきました。今なお3155人の方々が行方不明であります。悲痛の念に耐えません。あの日を忘れないことが最大の御供養だというふうに思います。震災の記憶と教訓は絶対に風化をさせてはならないと思います。すべての国民が息長く語り継いでいくことが重要であります。警察、消防、自衛隊だけではなく、医療関係者、原発事故の作業員、全国各地から集まったボランティアの皆さんなど、被災地の支えとなってこられました。こうした人の力への感謝の念も忘れずにいたいというふうに思います。日本は災害多発列島です。大震災で得た知見と教訓を踏まえ、全国的な災害対策の見直し強化を早急に進めていきたいと考えております